木村健吾は宮城県塩釜市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。プロでは育成選手であった。東北楽天ゴールデンイーグルス所属当時のニックネームは冷蔵庫、キムケン、ボブ。小学1年時から野球を始める。中学時代は塩釜中央シニアに所属する。仙台育英高校に進学すると1年時の春からベンチ入り。 夏の第90回全国高等学校野球選手権記念大会では宮城代表になったチームの一員として甲子園球場での全国大会を初めて経験した。1回戦では西勇気要する小野高校戦で初登板を果たし、2回戦の中村雄平要する福井商業戦では1点リードの5回1アウト満塁から登板し同点となる 押し出しのフォアボールを出すが、後続を打ち取り、直後に打線が2点を勝ち越し、木村は最後まで無失点で投げ切り勝利に貢献した。3回戦では、土屋健治、筒子義も倉本俊彦擁する横浜高校と対戦。同点の3回途中から登板し、4回に1点リードを、するが、7回、9回に1点ずつ取られ逆転負けを、喫した。しかし、 三試合にリリーフ登にし、堂々とした強気の投球を見せ注目される。当時のチームメイトには、二学年先輩の橋本至るや、同期の佐藤厚樹がいた。二年時には、夏の選手権宮城大会決勝で、東北高に敗戦。秋から、背番号、一を着用すると、抑え投手として活躍した。しかし、左膝へ痛みが走るようになったため、 12月には、左膝半月板の手術を受けた。3年時には、手術5発の公式戦として臨んだ春の地区大会決勝で、関東勝利。夏の選手権宮城大会では、決勝までの6試合に登板すると、通算40イニングを投げて、失点鬼に抑えた。このような好成績によって、先発要員の田中和也が、大会中に戦線を離脱したチームを、 二年振りの全国大会出場へ導いた。全国大会では二年生エースの知らねなを起用する海星高校戦と一回戦で対戦。先発した木村は七回後失点で開け星にリードを許したままマウンドを後にするが、その後チームは九回表に逆転し、勝利を収めた。延岡学園高校との二回戦でも三回途中七、失点と振るわなかったが、 チームは2試合連続の逆転勝利で3回戦へ進出した。島袋に進む要する港南高校との3回戦では、田中に先発マウンドを譲りながら、3点ビハインドの4回、1死から登板。4回に、3を投げて1飛安打6奪三振で無失点と、高騰したが、チームは敗れた。その一方で、大会後に開かれた、日米親善高校野球には、 日本代表の一員として参加している。なお、在学中には、甲子園での全国大会で、通算6試合に登板。27回を投げて21三振を奪う一方で、防御率は4.33であった。2010年の NPB 育成ドラフト会議で、地元の東北楽天ゴールデンイーグルスから2巡目で、指名されたことをきっかけに、育成選手として入団した。 背番号は134。ちなみに、この会議では、チームメイトの佐藤も東京ヤクルトスワローズに、育成ドラフト3巡目で指名。後に育成選手として入団した。支配下登録選手として契約したい選手を指名する、本会議を含めて、NPB のドラフト会議で、仙台育英高校から同じ年に、複数の選手が指名された事例は初めてであった。 2011年には、イースタンリーグ公式戦2試合に登板。通算の投球回数は4回に3で、勝敗はつかなかったが、防御率は9.64に達した。2012年には、シーズン中の7月に、左肘のトミー・ジョン手術を受けたため、実戦登板の機会がなかった。2013年には、イースタンリーグ公式戦4試合に登板。 通算の投球回数は4イニングで、勝敗はつかず、防御率は6.75であった。育成選手に関する NPB の規定で、10月31日に、一旦自由契約選手として公示されたが、11月11日に、育成選手として、再び契約を結んだ。2014年には、イースタンリーグ公式戦5試合に登板。前年と同じ投球回数ながら、 5ヨシ92ヨシを記録するほどの請球難が、災いして、0勝1敗、防御率20.25という成績に終わった。結局、支配下選手登録や一軍公式戦への登板に、至らないまま、10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。10月31日付で、NPB から自由契約選手として公示 楽天以外の NPB 球団での現役続行を希望していたことから2014年11月9日にはこの年の第1回12球団合同トライアウトへ参加シートバッティング形式で4人の打者と対戦したが一飛安打一よしという内容で他球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった2015年からは地元の仙台を拠点に 野球塾のコーチとして、小中学生を指導。2016年には、フロムベースとの間で、同社ブランドのグローブに関する販売代理契約も結んでいる。2017年3月末に、佐藤厚木の誘いで、佐藤の長兄、下田氏が所属する、トフクラブへ加入。野球選手としての活動を、社会人野球で再開した。7月27日、 楽天 OB による試合、滝風、イオンメディックプレゼンツ楽天イーグルスレジェンドマッチに、楽天の対戦相手の、トフクラブの選手として、先発登板。元チームメイトら相手に高騰し、最終的には、山崎武史に逆転につながる一打を浴びたものの、ヒーローインタビューで、山崎から、現役の頃より良かったぞ。今から楽天に入れると激励の言葉を受けた。 トフクラブ対談後は、東京の草野球チーム、ノマドヤンキース所属。現在は、栃木県に拠点を置くエージェックの女子ユースチームの、コーチを務めている。ありがとうございます。